伝統の中には多くの大切な価値が含まれています。長い歴史の中で磨き研ぎ澄まされてきた普遍的な価値が存在しています。それは日本の場合、自然と調和した繊細な美意識であったり、凛とした気高い精神性だったりします。一方で西洋文化と効率主義のテクノロジー原理や経済原理に強く侵食された現代の日本では、伝統は単なる古臭いものとして退けられてしまっているかもしれません。それはとてももったいないことです。私にとっては伝統とは日本人として世界に誇るアイデンティティです。表ではこのアイデンティティの表現が普遍性として世界の人々に共感してもらうことができたのだと感じています。浅井信道といいます。クリエイティブディレクター、メディアアーティストをやっています。自分の中には幼少期からテクノロジーとアートの両面があったと思います。小学生の時には電子工作やプラモデルを作ったり、中学生の時にはアセンブリでプログラミングをしていました。また実家にあったエジソンやキュリー夫人、アインシュタインなどのサイエンティストの伝記を読みふけていました。特に中学生の時にアインシュタインやマクスウェルに興味を持ち、大学は量子力学を専攻したいと考えていました。科学者としてこの世界の根源的な秘密を知りたいという思いを強く抱いていたのかもしれません。また一方で小さい時からアートや音楽、映画、テレビアニメが好きでした。家に大量のクラシックレコードがあったのを一人で片っ端から聴くのが好きでした。両親がクラシックのコンサートによく連れて行ってくれましたし、自分で毎週末近所の映画館に通っていました。中高生の時から様々な音楽に傾倒して、大学生の時にはプロのクラブ DJ をしていました。音楽や文学、映画を通じて人間や社会そのものに対して強い好奇心を持っていました。特に何を目指そうということはなく、自然に自分の中で融合していったように思います。大学を卒業して映像のプロダクションに入った時、仕事とは別にプライベートでメディアアート作品を作り始めていました。物イコール高度だと感じています。人類の大きな発見の一つはコンピューティングだと思います。コンピューターの演算には0と1っていう2つの記号だけが使われています。これをビットと言います。この0と1の膨大な組み合わせによってコンピューターはありとあらゆる現実世界を写し取り、そして現実世界を変えています。この0と1の配列の中に無限の意味と価値が存在しています。これは生命の成り立ち、宇宙の成り立ちと相似形を成しています。この宇宙は原子から成り立っており、その組み合わせによってあらゆる物質が存在しています。その個々の存在の在り方の違いは粒子の配列、つまり高度によって決まります。生命は DNA といった4種類の塩基の組み合わせによって記述されています。その組み合わせにより20種類のアミノ酸が作られ、その20種類のアミノ酸の組み合わせによって膨大な種類のタンパク質が作られ、人体を構成しています。それはあたかもレゴのブロックでロボットを作っている感覚に近いかもしれません。
驚くことに、植物も動物も昆虫も全く同じ物質 DNA の配列によって記述されています。 DNA の違いによってバクテリアから人間までの多種多様な生命の違いが生じています。この世界はまさにコード、つまり意味のある情報の配列によって作られています。この意味のある配列は偶然にできたものなのか、一体誰がコードを記述したのかという疑問が湧きます。もし人間が偶然に原子がつながって出来上がったと仮定した場合の確率はほとんどゼロです。意味のある配列をもたらした根源的な力が存在しているはずです。それは神と呼ぶかもしれませんし、科学では法則と呼ぶかもしれません。でも万物に意味と価値を与える力の本質が存在していることは間違いないように感じられます。私のように唯物論的分析的に考える人ほど根源的な力を意識せざるを得ません。例えば食材を集めただけで料理は出来上がりません。シェフの長年の試行錯誤によって生み出された精度の高いレシピが必要ですし、作りたいというシェフの意思が必要です。私にとっても、そして人間社会にとっても、多様性と調和は常に大きなテーマだと考えています。変わらず取り組んでいきたいテーマです。生命は多様性であることによって役割分担が行われ、助け合い調和し、豊かで高度な生態系をもたらしています。自然が美しいのはその直感的な証明に違いありません。人間の体一つとってみても、体の各器官はそれぞれ特有の機能を有していて、どれ一つなくなっても生命を維持することはできません。しかし人間社会においては、多様性とは差異として人間同士を分断するために悪用されてきた歴史があります。人種差別や宗教対立などです。多くの場合それは利害の対立のために、ビジネスのために悪用されてきたのではないかと感じています。人種が違うことや宗教が違うことが対立の本質的な原因ではないはずです。同じように社会に不要な人間はいません。あらゆる人にその人にしかない役割が存在しているはずです。あらゆるものが美しく調和した世界を願っています。コネクテッドカラーズでは、根源的な DNA レベルで見たとき、生命同士は全て仲間であることを表現したいと思いました。モデルは X-Men のミュータントのように顔を変化させていきます。それは多種多様な生命の DNA が融合する未来のイメージであり、バイオテクノロジーやナノテクノロジーのメタファーです。BNR バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボティクスが未来の革新的なテクノロジーになると言われていますが、それらが平和と幸福のために使われることを願っています。未来テクノロジーの中心を担うインテルに多様性と共生のビジョンを持ってほしいという願いを込めました。アート作品はいつの時代でもこの世界の美しさを描くことで世界をより良くしていくことができると信じています。人間の醜さを克服し、美しさを触発していきます。美
しさと醜しさの両方が世界には共存していると思うんです。で、美しさは探すとたくさんあるから、その美しさの方を見つけて表現していくことでモアベターになっていくと信じています。で、文化っていうのはそもそも文化と対比されるものは野蛮性だと思うんですね。野蛮性と文化性の戦いだと思ってます。で、人間の心の中に野蛮性と、あと反対に善性っていうか良い面、美しさの面両方あるから、どっちを引き出すかっていう戦いで、野蛮性を引き出してしまうのか、善性とか美しさのを引き出していくのか。経済とか、そう、通常世の中で大事と思われているお金とかは人間の野蛮性を引き出すことが多いんですね。逆にアートは人間の中の美しさ、愛情とか慈しむ心とか、そういうものを引き出せる力を持っている。それどっちが強くなるかっていうのは戦いだと。人は進化に触れた時に熱狂的な歓喜を感じます。人は進化することを遺伝子に組み込まれているのかもしれません。その進化の中には能力的な面だけでなく、美とか人間性といった普遍的価値の側面も含まれています。私自身もそうした衝動に突き動かされて仕事をしています。それがきっと見た人々に共有できると信じています。毎回そうなんですけど、困難を乗り越えた時の喜びが最もいいですね。で、なぜなら制作上のハードルが高ければ高いほど、それを乗り越えた時にはそれが面白さに変わるんですよね。難しさイコール面白さになる。そこにテクノロジーがその不可能を可能にする方法論として、テクノロジーっていうのが大きな力を持っています。サイバーパンクとは、テクノロジーによって人間が電脳化や擬態化された未来を描くパンキッシュな SF ですが、日本ではアキラや攻殻機動隊などの有名な作品が当時の人々に鮮烈な衝撃を与えました。アバターやマトリックスなど世界的に有名な作品は日本のサイバーパンク作品の影響を強く受けていると言われています。それが大きな共感とヒットを生み出したのは、ただ衝撃的だったからではなく、無自覚だけど根源的な共感がそこにあったからではないかと感じています。なぜなら今日その世界観の真実性が科学の進歩により証明されつつあるからです。近年再びサイバーパンクムーブメントが世界的に起きようとしています。それは SF としてのサイバーパンクではなく、テクノロジーによって現実化されたリアルなサイバーパンクです。 AI の現実化、
ロボティスクの現実化といった世界の動きと一致したものです。もはやサイバーパンクはフィクションではなくなってしまいました。興味深いのはサイバーパンクのビジョンの先駆性です。それは LSD をはじめとするサイケデリックドラッグによる覚醒体験によるものだったと言われています。サイケデリック体験が単なる幻覚ではなく、意識覚醒による誤性によって真理の一部を知覚していたという事実です。最先端の量子力学による多重的な宇宙観、ヒモ理論は仏教的な宇宙観と非常に似ていると言われています。ブッダもマジックマッシュルームやメスカリンといった天然の覚醒物質により得た誤性によって宇宙の在り方を直感的に覚知していたのかもしれません。私自身はサイエンティストでもあり、サイケデリックス体験者でもあり、ブッディストでもあるので、この多方向からのアプローチによる一致には非常に共感を感じてきました。それらは果たして存在していると言えるだろうか。炎のような高架機動隊バーチャルリアリティダイバーでもこうした世界観を構築しています。オープニングとエンディングで元子のサイボーグの体は破壊され再構築され、それを繰り返します。意識だけがコピーを繰り返されていきます。これは仏教的な正道描写と輪廻転生のビジョンです。仏教では人間の意識は死後宇宙の中に溶け込んでいる空の状態だと説いています。キリスト教では天国にあると説きます。国家機動隊ではゴーストと呼びます。すでに現実の世界で起き始めていることですが、人間のコミュニティのバーチャル化とその結果として人類意識の統合ということが起き始めていると思います。電話、E メール、スカイプ、フェイスブックも全てバーチャルメディアと言えます。人間の脳は常に現実を記号化して認識処理しコミュニケーションしています。オキラスや PSVR のようなVR ヘッドマウントディスプレイが普及していくと、 Facebook の視覚的なバーチャル化がより進行していくと思います。かつてはオリバーストーンのワイルドパームスや高架機動隊で描かれた視覚体感的なサイバースペースコミュニティが日常的に使われるようになっていきます。今日仕事の業務の大半がメールや電話、スカイプなどで行われるようになってきたのと同様、その延長線上には人間の生活のほとんど全てがサイバースペース上で行われるようになるかもしれません。そうした時代は脳と脳がインターネットでつながれた状態と見ることができます。
脳のニューロン細胞がシナプスでつながって統合されているかのように、あたかも人類全体が一個の生命体として融合していくのかもしれません。そうなった時には人類は新しい進化の段階を迎えるのでしょうか。はい、そうですね。インターネットと融合していく。それがただそうなるだけじゃなくて、そのことによって人類全体が一個の生命体のように意識が統合されるっていう。比較として分かりやすいのは、例えば人間の細胞は50兆個の細胞でできてるって言われてるんだけど、バクテリアが50兆個あるのと人間の一人の体が50兆個あるのとでは何が違うかっていうのを考えるとすごく分かりやすい。ものすごいたくさんっていうことで、そう、統合されてるか統合されてないかの違いっていうのは、50兆個のバクテリアと50兆個の細胞でできた人間の違いと同じように、すごい違いが生まれると。同じ数の細胞を集めたとしても、ただのバクテリアの集合体と人間とでは全く違うでしょうって、統合される価値が生まれる。テーマは常にアートとテクノロジーであり、人間と社会とテクノロジーです。